ついてて。え、中京テレビ来たことあんの？え、あれ東京タワーじゃないの？新幹線に乗ってきたでしょ。でも寝てたからさ、ね、どこ連れてかれるんだか新幹線に乗った記憶はあるでしょうよ。新幹線に乗ったけど、うん、東京向かってんのかと思って。いや、中京なんで東京駅から東京に向かってんの？東京テレビ、中京テレビ、中京テレビ来たことあんの？ないないない。あ、初めて？俺初めて来た。 CBC はよく来た。言わなくていい。他局のことは言わなくていい。でも新社屋が今できてんだって。あ、ここはそうなの。うん、だから新社屋がおできるまでこの番組ね狙う。おお、すげえ、すごいすごい。なんだこれ。おお、すげえ、すごい。おやおや、な、何すごいよ、すごいよ。あ、これはどうも。おお、すごいね。あ、すごい、こんにちは。すごいよ。太田光さん、上田晋也さんがご到着されました。いや、やめて、恥ずかしい。いやいや、何ですか。いや、恥ずかしいね、これ。こんにちは。太田さん、ようこそ。上田さん、お帰りなさい。あ、どうも、お久しぶりでございます。お帰りなさい、失礼します。ごめんなさいね。お願いします。あの、ごめんなさい、別に僕ら金メダルも何も取ってないですけど。大丈夫ですか。ちょっと待って。中間、大丈夫です。ね、こんなやつ歓迎しなきゃよかったでしょ。今全員後悔してますよね。ごめんね。え、はい、では仕切り直しまして、はい、この度お二人が、いや、ありがとうございます。なんか、ね、よくこんなことがあってすぐ仕切り直せるな。すいません。いやいやいや、いや、ありがたいけど、なんかね、あの、彼の名前キム・ジョンウンになった気持ち。いい、他に何かあっただろ。こんな歓迎はないよね。はい、そうなんです。このように中京テレビが社を挙げましてお出迎えに来てくれました。ありがとうございます。万歳。万歳。キム・ジョンウンって言っちゃうと万歳しない方が。あんたが言うから。そうですね。ごめん、中京テレビってそんなにタレント来ない。こんな歓迎。ビートルズ並みの歓迎だよね。では歓迎の意を表しまして、はい、花束の贈呈です。お願いします。ありがとうございます。じゃあ太田さんに。はい、ありがとうございます。中京テレビへようこそ。ありがとうございます。ひどい。そして上田さんにお帰りなさい。ロミヒ以来。楽しいですね。ロミヒ以来だからね。お二人からぜひメッセージをお願いいたします。そうですね、うん、あのね、もう本当にこうやって歓迎してくださるのはありがたいんですけども、うん、それぞれの持ち場に帰って仕事をしていただきたい。かように思います。ぜひあの中京テレビを代表する番組に、はい、ぜひ次回お願いします。次回。次回この番組は中京に出る番組して。それ、はい、これハードル高すぎるわ。次回ってことはもうこれ終わること前提なんだろうな、この番組。ね、はい、研修からやり直してください。すいません。それでは、うん、中にお部屋をご用意しておりますので。あ、そりゃそうでしょうね、はい、こんなクソ暑いところで。そうです、暑いんですよ。早速じゃあ移動しましょうか。はい、どうしましょう。はい、皆さんどうもありがとうございます。中京君もありがとうございます。いや、嬉しいね。中入りますか。誰もやりたいわけません。一応我々の楽屋みたいな。はい、じゃこちらです。どうぞ。こんな立派な。そうなんです。あら、社長室みたいなところ。本当ですか。あら、また食べ物なんかもちょっとじゃ花束おかしいですね。そうなんですよ。味噌煮込みうどんだこれ。違うんですよ。味噌おでんです。味噌おでんだ、はい、ねえ、このクソ暑いのにありがとうございます。本当に。いやいや、もうね、嬉しいやね、でもね、ね、でこちらがそうですね、いろんな番組がやってるんだね。いろんな番組がありまして、オードリーとかやってんだ。はい、お得意もやってる。大きいも、今年も、あ、いろいろい、ね、やってるじゃないですか。やってんだ芸人さんも多く。あ、伝次郎先生とか。伝次郎にだけは負けらんねえ。何のライバルですか。打倒伝次郎だな。いや、目指すとこちょっと違う。こっちは本物の電流使ってさ。本物の電流。誰か感電させる。電流はあるわ。いや、こんな広い楽屋用意していただかなくてもね。ありがたいね。そうですね、ではここからはですね、新番組の太田上田の番組内容を
説明していただこうと思います。あなたがするんじゃなくて、私ではないんですよ。実は2人のプロデューサーが、はい、してくださるんです。はい、ではお呼びしましょう、はい、お願いします。失礼します。おはようございます。おはようございます。ごめんなさい、僕は彼らとはうまくやっていく自信がない。社長子、うん、ごめんね、社長子、この番組に1個だけ要望を出していい？はい、どうぞどうぞ。プロデューサー変えて。ということですが、お二人には、この番組の内容としましては、お二人で自由に喋っていただくトークショーという、ことしかお伝えしてなかったと思うんですけれども、その番組の内容について詳しく説明させていただきたいと思います。はい、まずはこちらです。どこまで詳しくできるのかね、その。まあね。これじゃ、ね、めくれないのよ。外したよ、もう外したよ。絶対正面向かないよ。どういうことなの？テレやか。なので横の方がスタイルが、はい、いや、なんでそこに忠実なの？ということで、番組ですけれども、なんと5分番組でございます。5分番組で毎日平日月曜日から金曜日まで放送します。いわゆる帯番組という番組。何時何時なんですか、時間は。これがですね、毎日時間がバラバラでございます。これはさ、それ帯って言うの？バラバラで一応、今日はここ、今日はここみたいな。え、あ、何これ。あ、もう月曜は24時54分から、まあ、火曜も同じぐらいの時間で、水曜が26時、あ、すっげえバラバラなんだね、本当に。本当だ、バラバラだ。うん、ごめん、うん、これを帯番組っていうのはやめない。でもさ、帯ではない。これをやればあれだよ、出演者本数ランキングで上位にいけるかもしれない。なるほどね、タレント出演者本数ランキング。確かにな、あれ、まあ、あれ目指すか、あれ目指そうだ。打倒出てんだからね。打倒国分け太一。国分太一。あ、国分。ごめんなさいね、こういうのがちょんちょん入ってきますから。2点目。はい、この番組は東海3県にお住まいの方々の、質問や悩みを多くのきっかけに、あ、そうか、はい、悩みに答えるということでね、住民の人がずっと被ってるよ。聞いてやるよ、この話は。ちょっとすいません、僕の方があまり音が聞こえない。無理やいいじゃん。いいよ。地元住民の方の質問とかお悩みに、そうですね、街で、皆さんから、お二人に何かご相談とか、乗ってもらいたいことはないですかというアンケートを取っておりますので。僕らのことは伊集院静香だと思った。、まあ、悩み相談して一番いけないタイプ。もう自分でも分かってるんだ。そうそうそう、誰も俺に相談する人いないもんだって。そうそう、 この人自体が芸能界の悩みみたいなもんだ。そうそうそう。もっと日本の将来について話してほしい。太田君は立派に発信していますが、うん、上田君ももっと意見すべき。どうする、これから日本。いや、あんのよ。どうなんだ。今回はね、まあ、中京テレビの新社屋。夢にまず見た。嘘つけ。これは完全になんかちょっとビッグ対談みたいな。なんかさ、本当だよ、この原稿一枚いくらなんのかなとかさ、思うわけ。なるほどね。整形とか考えたことある？娘をいじろうとは思ったことはある。いくつだよ娘。見るわよ、そんなの。いいね、だからこれをだから信長みたいなもんよ。あ、信長の野望だ。終わりから始まって、そうだ、ね、天下統一に向けて広げていくわけだ。分かんないぞ、あいつが明智かもしんない。なんで見くびかかれるんだ俺が。あの人に呼ばれてきてんのに。だからそうだね、あのもう本当になんかこうぼーっと見てくれるぐらいでちょうどいいよね、うんうん、あのな、何があるんだろうとか、そんな肩肘すり込んできて、はい、ね、で俺らは本当は在京テレビでやりたいんだから。やろう、俺は中京でやりたい。